はいお疲れ様でございますいくいく選挙チャンネルいくちゃんです今日も早速始めてまいりますえーとどれだっけなこれだなえー今日はですね大変いいニュースですねえー、川勝知事静岡県の川勝知事が辞任の意向とねニュースが飛び込んでまいりまして私も嬉しくて嬉しくてえー動画アップしてしまいます えねえー、川勝平太静岡県知事のああいえばこういう16回目職業差別それから浜松仕下げにとうとう命運が尽きるということでお送りしてまいります、えー、4月1日ですね昨日の4月1日新人訓示というところでえっ、ー、とですね野菜を作ったり、えー、牛の世話を しものづくりする人よりもね、ね君たちはね役所にね、えー、でこれから働く君たちはあの知的レベルが高いとはい頭がいいと簡単に言ってしまったんですね。まあ、要は、自分ら以外はみんな頭悪いんだとそういうふうに聞こえるということですね。えー、でもね、私、実はこれ、今朝のニュース聞いてやめるとは思わなかったんですね。 まあ川勝さん、何言ってもやめないしずぶ、ずぶとい、えー、カエルの面になんとかですからね、えー、またいつものことだなとは思っていたんですよ。ところがですね、えー、ところがですよ、川勝さんの支持基盤というのは静岡財界と、ねまあ、もちろん旧,旧民主党ですね、えー、もありますが、特に静岡の財界、静岡の財界といえば、 えー、浜松の自動車を作ったりする会社オートバイを作る会社もあるし楽器を作ってきた会社ね、えー、何社もありますねそれからあの交通関係静岡交通関係静岡市の交通関係もあるし石油関連ですねすべてもうものづくりというですよね、えー、こう人のために役に立つことをしてきた会社それに対して <laughs> お前らは知的レベルが低いんんだっっってて言しまったんですね,これねそれと、えー、もう一つ私ね気になっていたのが先月かな先々月かなあの磐、ー、田市の女子サッカーチームが地上表敬訪問した時に磐田は文化レベルが高いとなぜならば昔は国分寺があったのでね文化レベルが 浜松より高いんだっっって言っちゃったんですねなんでそこで浜松を引き合いに出すのか分かりませんがあの人ってどこかを持ち上げるときに他を落とすっていう,こう癖があるんですよね。ただねそこだけ持ち上げとけばいいのに、えーねええー、やっぱ選挙の時なんですかねあのお浜松を持ち上げて御殿板を落とすうん対抗馬を落とす。で今回もですね別に君たちは あ静岡のために県民のために働いてくれって言えばいいのになんで、えーね、県,県民をこう見下すような話し方をしてしまうのか役所に勤める人以外はみんな頭悪いみたいじゃないですかね <laughs> もうちょっとまあ何ですかねあの人の万能感がそうさせたのかなあのー、今まで散々ダムの件でも何でもおマスコミでもね、えー、特にね えー、国国交省やね、えー、総理にものを言ったようなね、えー、ことをねそうだそうだそうだ、菅さんにもね、そんなこと言いましたね、菅さんはあのろくな大学出てないみたいなね、えー、ろくな高校出てない、ろくな大学出てないってこと言ってましたね、だそういうこう自分は常に上位にいて、他はい、下にいるっていう、そういう万能感がああいう発言を生んできて。 でまあ、今まではあ県民もたぶんね、えー、支持者たちもお我慢してきたんでしょうけど、ちょっととうとう今回はつらかったんですかね。それと、まあ、今話もしましたが、川勝さんを支持していたのは支持基盤だが強かっただけではなく、国交省、まあ、環境省なのかな、それとまあ特に政権与党ですね、これがその知事の首に据え置つけられない。 ろくな対抗馬も立てられないね国交省も何にも国交大臣も何にもできなかったというこの無能さここがですね私はあ一番責任が重いということではないのかなというふうに感じていますはいもうここがえー、私は良くなかったと思っていますはいそして でそしてですよここ、ねえー、もう一つ良くなかったのは、静岡県のことを言えないんですけどね、えー、東京都も同じなんですが、県民の無関心、えー、何せですね、えー、投票率がですよ、投票率が前回知事選がですね、 えー、52.93、ね 52.、53%、まあえーうん。まあ、よくある知事選の,あの地方選挙の30%ほどひどくはありませんが、やっぱもうちょっと高い方がいいですよね。いろいろ県内外からも話題があったのに、ちょっと低かったかなと、えー。それとですね、このリニアの県で勝てないと思ったのか。 岩井さんがひよっちゃったんですよね、腰折れしちゃったんですよね。えー、リニア賛成なら賛成って言って、それで負けるんなら負ければ、次があったかもしれない。それをですね、えー、下げちゃったんですね。もうだからそ、そこにこうこだ次に、次の目ないですもんね、この人ね。えー、ずっともうリニアを通すんだって言って、新年通してこの3年間運動してきてね。 えー、川勝平太を非難するその急先鋒でいれば、もしかしたら今あったかもしれない、それがね、やめちゃった、あの日よったおかげで、その先がなくなっちゃったと、あまあ、結局ね、えー、結局も何も、この人、多分だって副大臣までやってるんだから、3年ぐらいね、あの無休だって、食っていけるでしょう、どうにかなるでしょう。 えー、借金だとすればいいじゃないですか、そんな、ね、あの熱意があるんだったらと、私はもう無責任なことを言ってしまいますが、あこの辺もね、えー、川勝さんを増長させたと、させてしまったのではないかなと、はいえー、感じております。で、えーまあ、知事が6月に辞任ということですが、議会,議会の切りをつけてね、 うんそうすると、選挙は7月なのか8月なのか、ちょっと私、まだ分かりませんが、うん次の候補者は誰なのと。はい、で、そのね、じゃ当選した次の知事は、リニアに賛成なんですかっていうところが、まだ分からないんですよね。えー、なので、えー、川勝さんが辞めると言って、えー、こうぬか喜びできないというところですよね、まだね。で、私はですね、 えー、次の知事はあのー、そうそうそう,そう、う今日早速ね、えー、その川勝さんが渡辺周さんですね、えー、この人いいいと、静岡県東部の選挙区ですよね、えー、渡辺周さんに次の知事を打診したと、後継指名っていうのかな、したらしいんですね、それがですね、産経まあリンク貼っておきますが、 産経の方にですね、えー、産経新聞のニュースに出ていました。で、渡辺さんはまだね、えー、もちろんね、あの回答は控えると、まあ、それはそうですねで。渡辺さんがもし通ったらどうなんですかね、この人はリニアに賛成するんですかね。ただ、今、世間の流れを見ると、あんまりね、賛成して、あの反対してもいいことなさそうなので。 えー、次、反対する人ってやっぱりよっぽど、ねえー、もう根性決まってないと、で <laughs>、えー、できないですよねで私はですね今までのこの辺の静岡のニュースを聞いていると、染谷絹代さん、えー、島田市の市長、まあ、流域の大井川流域の市長をまとめているんですね、代表してるんですね。 で川勝さんへの批評、非難も積極的ですし、この辺のリニア問題や大井川の水の問題についても、当事者ですからね、えー、適任だと思うんですね、えー。私はですね、島田さん、外から関係ない人行くよりは、島田さんにやってもらうことがあ一番いいと思うんですが、どうでしょうね、静岡のこれはね、 えーまあ、財界かな、なんかあんまり自民党もね、えー、このところ全然、えー、全く力がありませんしね、うんまあ、自民党も担げる人材っていうとおだあのお、モナオさんって言ったら怒られちゃうな、モナオさんってモナオさん誰でしたっけ、えー、怒られちゃう、この人。 この人もでもともと、おなおさんは、えー、っとですね、おなおさんは、ああ、そうそうそう、細野豪志さん、ほっこられたね、細野さん。細野さんももともと民主系の人ですからね、細野 VS 渡辺衆って言ったら、なんかこう、争点がよくわからない。 いいことになりそうです、ね、うん、どうなんですかね、えー、ちょっとこれ、様子見守るしかない、全く私ね、えー、部外者として好きなことを言っていますが、あ島田市長、染谷さんがいいなとはと、い。ということでございまして、えー、次の選挙、えーね、知事選、皆さん、静岡の。 お方々ぜひ、えー、まだどなたになるか分かりませんが、ぜひ投票行ってください。でね、適切なですね、えー、知事さんを選んでいただきたいと思います。はい、お願いします。はいそれと、まあ、これはね、あの衆院選ですが、衆院選もそろそろ近いと、総選挙も近いということで、今年中にはあるのかな、あ最高裁のね、えー、裁判官全員にペケをつけましょうと。ね えー、性は自分で決めると、ねえー、自分が女性と宣言すれば、女性の、ね、施設を使ってもいいという判決を、最高裁判決を下してしまいました、まあ、計算でのことですけどね、そんな前例を作ってしまった最高裁の裁判官に全員、えー、全員6人ともペケをつけましょうと、はい、いうことで、えー、本日、動画最後までご覧いただき、ありがとうございます。 あのー、静岡県をですね批判するようなこと言いましたがあ、東京都もですね全くもう人のことは言えません、ねつい最近もプロジェクションマッピングですね、これに十何億も使ったと、普通考えれば、まあ、奥かかんねえんじゃねえかっていう人がいるぐらいですね、えー、どんだけ、ね、間にあの挟まってるんだと、どんだけマージン取られてるんだと。 本当に無駄な金を使ってくれる知事さんにですね毎回毎回トップ当選圧倒的な当選をさせてしまう東京ともですね静岡県のことは全く言えませんはい私はですねなんであの方があんなに人気なのかも全くわかりませんほとんどね実績ないですね国会議員になった時から世渡、えー、りが上手なだけじゃないですか何にもしてないんですよもうそれがですね 全く意味がわかりませんが、はいあ、ぼやきはこの辺にいたしまして、今日も動画最後までご覧いただきありがとうございます、えー。本日これにて失礼いたします。はい、今日は大変いいニュース。静岡県川勝知事が6月をもって辞任ということでした。おめでとうございます。失礼します。